こんにちは、ベンジです。バルハラの続きをやっていきます。今日は過去の話3日目、最終日です。今日どんなことがあって店がめちゃくちゃになるのか楽しみですね。じゃあ行きましょう。おはようございます。ボス、なんだか元気がありませんね。コーギーたちが店に来るのも今日が最後なんだぞ。何を喜べと言うんだ。ん？犬好きなの？ボス。コーギーたちが店に来るのも今日が最後ってことを。柴犬鑑賞協会あたりがうちを貸し切ってくれるといいんだがな。はあ、やっぱり犬好きなんだ。ボス、問題は一つずつ順番に解決していきましょう。待てよ、そうだ。知り合いにポメラニアン開発訓練所の関係者がいるぞ。問題は一つずつ順番に。金曜日からずっとピリピリしてるじゃないですか。ギルのことでも心配してるんですか？何を言っている。ギルのことなど全く心配していない。さあ、音楽をかけて一日を楽しんでくれ。わかりました。 まあまあギルのことは気にしてないだろうね。一日を変え、一生を変えるカクテルを。また会ったね、バーテンダーさん。あら、ミズ・ベティ。こんばんは。お、ディールも来た。ああ、コーギー好きな人も。ちょっと、名前で呼んであげて。名前はディールと言います。よろしく。あ、まだ名前知らなかったのか。よろしく。よろしい？よろしい。二人ともそのドヤ顔でやめてくれない？うん。今日は何にいたしますか？私はビール。今日は運転手ではないので、僕はフリンジウィービーを。かしこまりました。すぐにお持ちします。フリンジウィービーとビール。いや、ビール先だわ。あれ？こいつ大ジョッキ飲むんだっけ？そうだよね。1234567878ミックス。次、フリンジウィービー。F。 ああ、これかよ。マジで？これ飲むの？これは大きくしないでおこう。はい。ありがとう。ありがとう。また片言になっちゃった。なんだかぼんやりしてるようですね。犬の相手をしすぎたせいかしら。ええ、まあ、それはそうなんですけど。金曜日からボスの様子がおかしくて。おかしいってどんな風に？恋してる感じ？それとも行っちゃってる感じ？冷蔵庫の中の死体が見つかりませんようにってそわそわしてる感じ？そもそも予約が入ってることを聞かされたんだって開店直前だったし、それになんだかずっと考え事をしてて上の空って感じで。あ、本当にギルのこと心配してるかもね。あなたも人のこと言えないと思うけど、私は犬のせいでね。私よりひどい感じで。それは重傷ね。いつものボスらしくなくて、それで何か良くないことが起きてるんじゃないかと。良くないことってどんな？あなたのボスが裏で人身売買をやってるとか？いえ、そういう免許は持ってないはずです。免許あれば人身売買できるのかよ。でも考えても仕方ないですね。仕事に集中しないと。あなたの仕事のことを聞いてもいいですか？ええ。ずっと気になっていたんですが、BTC のバーテンダーになるには、何か資格が必要なんですか？あなたはどんな勉強を？ BTC が一から研修してくれるから、事前に勉強しておく必要はありません。研修というのはどんな内容ですか？エチケットとか規制にまつわる内容が多いですね。研修時間の大半はシミュレーションの中で過ごすんですけど。VR かな？シミュレーション？いろんなケミカルハザードが起きた場合を想定して訓練するんです。ケミカルハザードね。店で使ってる原料が引き起こす可能性のあるあらゆる状況に対処できるようにしておくってことですね。ここら辺でケミカルハザードが起こんのかい？いや、ちょっと待って。これからケミカルハザード起こるんじゃなかった？そうした災害が起こる可能性は非常に低いんですが、運を天に任せるよりはマシかなと思います。なるほど。確かにね、そう、対処の方法が分かってれば自信を持って仕事できるからね。ちょっと外しますね。他のお客さん、犬の相手をしてきますので。ええ、どうぞ。ミスターパフパフ。やつらが俺をつけてくるんだ。やつら？キャベツだよ。あれ？前のキャベツミスターパフパフだったっけ？
違うような気するな。クソったれのキャベツのものは。奴らは常に目を光らせてる。俺の汁を狙ってるんだ。あなたの家知りたくないです。何かあなたが落ち着けるようなものがあればお出ししますが。ブルーフェアリーなんかいいかもな。でかいやつで頼む。わかりました。このサイズに L サイズのブルーフェアリーを、うん、ブルーフェアリー L ね。5678812。どうすかな、ちょっと多めにしとっか。これくらい。熟成ミックス、はい。その親切に感謝だぜ。ありがとう。3回目の誕生日。はあ、どうかしましたか。どんな問題も酒が解決してくれるさ。そうでしょうか。まあ仕事から飲まない方がいいとも言えませんけど。何にいたしますか。ガットパンチをくれ。わかりました。この飲みだらけの動物にガットパンチを。ほんとバカにするな。1,2,3,4,5。これくらい。熟成ミックスガッといってくれ。はい、どうぞ。ありがとう。なあ、自分が間違った種族に生まれてきたんじゃないかって罪の意識を感じることはあるかい。なんですって。俺たちはレイシストだってみんながそういうもんだからさ。それであなたはレイシストなんですか。そんなことはないけど。じゃあ他のコーギーたちは。間違いなくレイシストだね。っていうのは、あなた自身に対して言われてるわけじゃないなら心配しなくてもいいんじゃないですか。確かに、そういうレッテル貼りみたいなのもあるからね。日本人は真面目じゃないといけないとかね。一般論を自分に当てはまらない方がいいと思いますけど。確かに、それはそうかもしれないけど。ねえ、昨日帰り道ですっごく可愛い子を 見かけたんだけど、あなたも見た。え、ドロシーじゃない。あ、キャットブーマか。それはね、ステラちゃんだね。キャットブーマみたいだったな。丈の短いドレスに目は義眼で。あ、間違いなくステラちゃんだ。人工装具に対して文句があるんじゃなかった。あら、可愛い子には文句ないわ。いや、信念がないね。それに私が反対してるのは人工装具じゃなくて身体強化だし。あ、ちょっと違うんだね。人工装具はあれか、改造じゃなくてなんか外につけるもんだってことなんだな。違いがわからないけど。じゃあ説明してあげる。片腕を失った人が元の腕と全く同じ機能を持つ義手に交換するっていうのは別に構わないの。でも銃を内蔵した義手と交換するとなると、それは許せない。もっと許せないのはスポーツで結果を出すためとか、ファッションや一時の気まぐれのためだけにそういう手術を受けることね。そういうのは本当ダメ。それが人工装具と強化手術の違い、交換か強化か。リリムが工場出荷時のパーツを面白半分に交換することがあるけど、それについても大体同じような意見。やばいね、ドロシー来たら喧嘩になるんじゃない。そうやってパーツ交換だけで何かを改善しようとしてると、きっとあまり良くない結果になると思う。いやー、それはね、私製造業で働いてるんですけどね、ただ機械を買ったらできると思ってる上が いたりしてね。そういうのはこの人の言ってるような話になると思うんですよね。まあいいや。君がそう考える理由は分かったけど、どうしてその女の子は強化手術をしてないって思うんだい。もともと視力が悪かったならそれを治療しただけでも強化に値するんじゃない。君の考えでは修復は強化に当たらないのかい。血管のある箇所を交換してると同時に強化してることになると思うんだけど。うん、確かにな。それはつまり。もうまともなこと言うのはやめてよ、このポンコツ。私の信念にひびが入るじゃない。もともとねえよ、あんたには信念は。楽しんでますか。あ、バーテンダーさん、早かったですね。今日は犬が少ないというか、お酒を注文する犬が少ないようなので。ええ、何匹かチケットを食べてしまいまして。マジかよ。やれやれ、私が後で何とかしましょう。で、何とか、で、何とかしましょう。何。ねえ、バーテンダー、強化手術についてあなたはどう思う。母さんがよく言ってました。
誰でも自分の尻からシャンデリアを作れるって。え、自分の肉体は自分で選ぶのだという意味でしょうか。多分その人が他の誰も傷つけていないなら憎んでも仕方ないっていうか。ほらね、私は別に強化手術をした人が憎いって言ってるわけじゃないのよ。強化手術そのものに反対してるだけで、強化手術をやった人に反対してるわけじゃない。わからん。ジュニアそこらの子供じゃあるまいし、そんなことで人を憎んだりしないわよ。有言実行で頼むよ。どういう意味よ。仕返しが怖いからね、それ以上は言えない。何か注文なさいますか。いいタイミングで声かけるね、ジル。私はまだ大丈夫。君が今飲んでるのは僕のお酒だけどね。わかりました。何かあったら声をかけてください。はーい。さてと。わわ。仕返しは避けられなかったみたい。どつかれたか。ババイ。あんたは信じちゃくれないだろうが。トイレに行ったらよ。シンクのてっぺんから別の犬が俺のことをじっと見てたんだ。鏡のこと？違う。他に犬がいたんだよ。そうですか。ご注文はどうしますか？シンクのてっぺんに犬がいたってのに何もしてくれないのか？その犬が誰かに危害を加えることはないでしょうし、心配いりませんよ。だといいけどよ。じゃあ甘いやつをくれ。激甘のやつを。すぐにお持ちします。甘いカクテルね。激甘か。シュガーラッシュにする？ちょっと待って。アデルハイドがいっぱい入ってるやつにしよう。アデルハイドが砂糖っぽいからね。これ2。これ4。ブルーフェアリー甘いよ。あ、ムーンブラスト。ムーンブラスト甘いね。あ、ブランディーニも甘い。ただブランディーニはもう作り飽きたから、ムーンブラストにしよう。ムーンブラストも作ったけどね。4、6、1、1、1、2。オンザロックでブレンド。毎月1週間だけ月面に見えるハドロン法とは何も関係ない。はい、どうぞ。ありがとうよ。シンクのてっぺんの犬のことよろしく頼むぜ。わかりました。ご安心を。さてと。早かったですね。さっきも言いましたが、今日は犬が少ないので、3日間貸し切りだと聞いたので、もっと大勢でいらっしゃるのかと思っていましたが、あなたがいない間にこいつがね、ブリーディングジェイソンの方がパイルドライバーより美味しいなんて抜かしたのよ。そんなのお間違いだって教えてやって。飲み物の味よりもアルコールの方が強いようなお酒は飲んでも意味がないって言ってるだけだよ。本当真面目だよ、このディール君は。ですって。バーテンダーさんの意見は？バーでノンアルコールカクテルについて議論する意味はあるかしら。あ、どっちもノンアルコールなんだ。私の意見ですか？バッドタッチを注文されるとどう頑張っても笑ってしまいますね。いや、そうなんだよ。なんかジルはバッドタッチで笑うんだよ。それは意見じゃなくてただの事実でしょ。まあいいわ。ファイルドライバーかブリーディングジェイソン、どっちかちょうだい。どっちが美味しいか決めてよ。マジかよ。どっちも出すんじゃなくて？ファイルドライバー。口の中はそこまでヒリヒリしないが、喉が痛い時には飲まない方がいい。ビターで男らしい。それはこの子の好みじゃないね。ブリーディングジェイソンの方が美味しいんじゃない？スパイシー、クラシック、酔い覚まし。鏡の前でこの名前を3回唱えるとバカだと思われる。どうしよっかな。どっちもアデルハイド入ってないから甘くはないよな。で、ちょっと待って。あの子はパイルドライバーの方が美味しいって言ったのか。多分そうだよな。じゃあパイルドライバーにしとくか。あの女を持ち上げといた方がいいよな。1、2、3、4。ミックス。あー、やっぱ次絵があんのか。じゃあ両方作るよ。これで比べてみなよ。二人でシェアしてさ。1、2、3。1、2、3でブレンド。どんな組み合わせでもいいって書いてるもんね。これなら喧嘩にならないでしょ。ずいぶんひよったわね。なんてね、冗談。賢い選択よ。文句なしだ。そもそもどうしてそんな議論になったんですか？講義のためだけに働くのは私にとってはそんなに魅力的なことじゃないっていう話をこいつにしてたの。
どうして？コーギーだよ。可愛くってモフモフで楽しくって見てるだけで笑顔になれるじゃないか。もうちょっとマシなセリフを言ってくれる？伝説によるとコーギーは妖精によって作られ、ドラゴンと戦うべく妖精され育成されたらしい。嘘ばっかり。その話は私も聞いたことがあります。本当に？それはともかく、どうしてコーギーがそんなに嫌になってしまったんだい？あ、嫌なんだコーギーは。わかんない。多分コーギーの最悪の面しか見たことがないから。あなたはコーギーの幸福な瞬間しか見たことがないのよ。私は糞のサンプルを集めたり、飼い主の糸ようじを食べちゃったコーギーの肛門をほじくったりしなきゃいけないんだから。獣医なのにコーギーたちからは母親代わりだと思われてるみたいだし、それも悪い意味で。産婦人科医みたいなものよ。おっぱいだって女性器だって最初は嬉しくてもしばらくしたら見飽きちゃう。で、見えるのは自分が治療しなきゃいけないならない問題だけになる。コーギーが抱えてる問題は可愛い問題だろう。どうかしら。産婦人科医も自分の好みの患者だけ見てればいいってわけじゃないし。確かにね。そういうの羨ましがる人いるけど、本当その通りだと思う。しかもどんだけ好きでも嫌いになると思うしね。産婦人科医じゃなくて君の仕事の話だよ。ええ、もちろん私の仕事も同じよ。コーギーたちの相手が嫌になったっていうよりは、あなたがコーギーに取り憑かれてるのにうんざりしてきてるってところかな。ああ、こいつは本当にコーギー好きだからな。取り憑かれてるんじゃなくて情熱を燃やしてるだけだよ。眠るときはコーギーのぬいぐるみと一緒だし、壁一面コーギーたちと撮った写真で埋め尽くしてるじゃない。筋金入りだな。それだけ情熱があるってことさ。情熱がありすぎるのも問題よ。問題といえば、カーディガンとペンブロークの喧嘩について重役たちにはもう相談したのかい？明日みんな揃うからその時に報告しようと思ったところだけど。でもどうして私が報告しなきゃならないの？まずは重役たちは僕の言うことをあまり真剣に聞いてくれないからね。なるほど。その点については私も重役と同じで真剣には聞いてないけど。そうじゃなくて、重役といえど犬だからさ、命令口調でビシッと言える人じゃないとダメなんだ。私の声が威圧的だって言いたいの？声だけじゃなくて振る舞いも態度も全部。おい、どつかれるぞディール。じゃあ私の立ち振る舞いは高圧的だって言うのね。これ知ってました皆さん？立ち振る舞いじゃなくて立ち振る舞いなんですよ。立ち振る舞い。別の犬種同士で争ってるって話ですよね。そう、思いのほか深刻で、このままじゃ会社が潰れてしまうかも。恐ろしいことだね。そうなれば犬の家族たちが路頭に迷ってしまうかもしれない。それって動物愛護の観点からどうなんです？非道徳的な虐待行為に当たるんじゃないですか？法的にはグレーゾーンってところね。何せ犬たちが自分の意思でやってることだから。仮に犬たちの意思じゃなかったとしても、こっちが虐待したり搾取したりしてるわけでもないし。確かにね、犬の方が上なんだからね。それどころかすごく打ち解けた雰囲気の会社で。打ち解けたといえば、有限はどうしてる？有限？元気だよ。また背中が痛むって言ってるけど、薬を飲むのはやっぱり嫌がってる。俺はそんなに軟弱じゃないって。有限って誰です？僕のアトミ人ですよ。僕は数年前に晴れてテストに合格して独立したんですが、未だに彼のことを放っておけず。でもそういうのってよくあることですよね。リリムがアトミ人を家族のように感じて離れられなくなるっていうのは。リリムだけじゃなくて人間も同じよ。いろんなものに執着してしまう。時には物に対しても。うちのおじいちゃんなんて自分の息子たちより愛車を大事にしてた。財産をすべて車に相続させるっていう遺言を書いたおじいちゃんのこと。それはすごいね。そうそう、リリムの後身になるには手続きとかどうなるあるんですか？失礼。まずは AI 評議会に出向いて用紙に記入するんです。評議会は候補者の素行調査をして、それで後身にふさわしいだということになれば許可がおります。その後、リリムを引き取ることが決まると、1週間前にそのリリムのデータ一式が送られてきます。引き取った後は、リリムが3種類の人格テストに合格するまで面倒を見なければなりません。リリムがその後もアトミニンの元に残ることを望んだ場合には、どうするかはアトミニン次第といったところです。
じゃあ養子縁組と宝くじが一つになったようなシステムなんですね。宝くじ。そのおかげで多様性のあるデータを集められるのです。同じモデルのリリムでも別のアトミニンの下で育てられれば全く違う性格に育つ可能性もあるということですね。アトミニン何かあったらどうするの？そういう時は別のアトミニンが評議会に申し出て自分たちの方がアトミニンにふさわしいと請願できる。アトミニンが何らかの理由でリリムの面倒を見られなくなってしまった場合や養子放棄や養育放棄や虐待の証拠なんかがある時にね、なんか子供の養子みたいだね。この話題については随分スラスラと喋るじゃない。あらかじめプログラミングされてるみたいに。セイファーに転職する前にしばらく関連部署で働いていたからね、つい反射的に答えちゃうんだ。アトミニになることに興味があるんですか？なんか市役所かどっかで働いてたのかな。どうでしょうね、 AI のこととなるとただのオタクなので。え、オタクな。アトミニになっても報酬は大したことないわよ。なるほど。さてと、ちょっと犬たちの様子を見てきます。マネーシュレッダー。おい女。すまない、女なんて呼ぶつもりはなかったんだ。ちょっとその自分の尻尾を追いかけてぐるぐる回ってたら興奮しすぎちまって。すまんすまん。とりあえずなんかくれ。わかりました。なんか甘いものがいいんだ。じゃあ今まで頼んだことないようなのはないね。これ頼んだことないかもね。ある？火花が出た。あ、なんかある気もするな。あー、じゃあ3熟成ミックス。おお、なんかおしゃれ。こいつはいいね、最高だ。うん、ほんと最高。おわー、ふう。いや、僕は他の犬種の価値もちゃんと分かってるよ。ポメラニアンもいい犬だ。でもコーギーとは違う。まあそれはわかるけど、つまり私が昨日見かけたこのことだけど、さっき話した。ああ、ステラ。うん、その子と一緒にいたホワイトナイトの子もなかなか悪くなかった。セイだね。あのアーマーの下は多分筋肉ムキムキなんだろうな。私の好みはもっとほっそりとした子だけどね。この子はユリだからね。見た目がいいからってそれが自分の好みとは限らないわけ。わかる、それはわかる。あの好みとなんか付き合う人って違ったりするよね、結構ね。バーテンダーさん、あなたはどうです？どうって何が？どの犬種が好きですか？私が思ってた質問と違うけど。犬はそんなに好きじゃないんです。そうだろうね。ペットは何か飼っていますか？猫。ええ、コアという名のオス猫。野良猫だったのを助けたんです。女の子を助けるというのはどう？好き？何か気の利いたことを答えるべきなんでしょうけど、答えだけ言うとノーです。変ね、救出願望は万国共通だと思ってたのに。どうしてフォアという名前にしたんです？フォアっていうのはリリムの名前なんです。私がちょっと前に会って。いえ、なんでもないです。あれか、指だけ残したリリムか。フォアってゴルフで気をつけろって掛け声でしょ。なんかダサい名前ね。ファーってやつじゃん、それ。あれフォアだって呼んでんのかな。アフォーよりはマシです。フォアとボール遊びしたらきっとフォアボール間違いなしですね。面白くねえぞ、おい、ディール。おまけに好物はフォアグラだったりして。あー、やべえ、あんまりダジャレ言うとベティが怒るぞ。二人ともそんなに殴られたいの？ベティ、ダジャレをそんなに毛嫌いするのはやめなよ。ダジャレを言ったのはダジャレ誰じゃなんてね。それはともかく、さっき言ってた救出願望っていうのはどういうこと？あなたも聞いたことがあるでしょ。わがままで危険な人たちが愛の力によって救出される話。ワルが犯罪から足を洗う話。路上で客を取ってるドラッグ中毒の少女が善人の男と出会って変わっていく話。ロマンスのお決まりパターンよ。確かに確かに確かに、よくある。君の家の本棚はおばさんが読むようなロマンス小説でいっぱいだもんね。そんな君が言うんだからその通りなんだろう。ちょっと、13番目のファビオは国宝よ。国宝とか言っちゃう。完全オタクだね。男が好きなわけじゃないのにどうしてロマンス小説を読むんだい？確かにね。ああいうのを読むと主役の置かれた状況に自分を重ね合わせられるから。
それならなんかユリでも読んどけばいいんじゃない？ユリ小説とかさ、ユリ漫画とかさ。その主役が筋肉ムキムキの男だったとしても、ええ、もちろん。君は自分をどういう人間だと思ってるのかな。本当信念がないよベティは。ちょっと別の質問をしてもいいですか？何？どうしてダジャレをそんなに嫌ってるんですか？あら、ダジャレにヘキヘキしてる人はたくさんいるのよ。それはそうですけど、あなたの場合は親の仇みたいな剣幕でしたから。自分がバカになったような気がするからよ。どういうことです？子供の頃、家族全員ダジャレ大好きで、機会があれば言ってやろうと待ち構えてるような感じだった。で、私たちだけがダジャレというものを理解できてなかった。数年後ようやく理解できるようになったんだけど、でも全然面白くなかったの。まあダジャレがね、好きな人と嫌いな人でもう分かれるよね。自分がバカになったように感じた。そもそも面白くもなんともないひどいジョークよ。そんなもののために。その話何度も聞いてるから、むしろ録音でもした方がいいくらいだけど。ベティ、ちょっと冷静になれなよ。冷静よ。文句を言ってるからって必ずしも興奮してるわけじゃない。そう、本当にそうならいいんだけど。大丈夫だって。私が本気でイライラしたり怒ったりしてるときはあなたにもわかるはずだから。殴られるからね。あまり想像したくないな。まあいいわ、犬たちを見てくる。私は獣医だし。それになんだかみんなやけにお行儀よくしてるみたいだから。え、気をつけて。おかわりなさいますか？ブルームライトをください。2杯お願いします。わかりました。へえ、なんで2杯？あの子が帰ってきたら飲ませる感じかな。1、2、3。お、熟成オンザロック、これ初めてかな。こんなの作ったことないかも。茶色いやつか。熟成と氷一緒にやったことあったかな。1、2、3。あ、え、なんか間違えた。あー、アデルハイム間違えました。4でした。1、1、2、1、2、3。ボスすいません。はい、ありがとう。お二人はとても仲がいいんですね。うん、俺もそう思う。社内のどこを見回しても僕以外に人間の形をしていて知覚を持っているのは彼女しかいませんからね。あ、僕以外に仲良くやる以外にはないんです。知覚？人間の形をしたものとしては他にもテスト用のマネキンや等身大パネルが置いてあるんです。なるほど。でもそれだけが理由じゃないように思いますけど。だって人間の形をしていて知覚を持っているものが他になかったとしてもいがみ合う人たちだっていますよね。そうですね。ベティの生活に我慢できる人はあまり多くありません。すごくいい人なんですが、思ったことを何でもズバズバ言うので。ええ、そうみたいですね。彼女が犬に接しているところをぜひ見てあげてほしいです。たとえ一瞬のことをしろにしろ、すごく寛大で思いやりがあるところが見られますよ。あ、そうなんだ。犬たちがママと呼ぶのも決して冷やかしの気持ちからじゃないんです。犬が人間を冷やかすことなんてあるんですか？それは分かりませんが、たとえ一瞬のことにしろですって。盗み聞きしてたのかい？あなたもたまにはいいこと言うじゃない。おいおい、僕が問題児みたいに言うのはよしてくれ。誰かに褒められるってとても気分がいいのね。自分でも実践してみたら？またの機会にね。私が好意を返すと思ったら大間違いよ。犬たちの様子はどうだった？一匹がトイレで鏡に映る自分と喧嘩して鏡に激突してた。運よく大事にはならなかった。頭をフラフラさせてたけど。コーギーがどうやってシンクの上に登ったんです？あれだけの短足だけど驚くほど身軽で速くて抜け目がないのよ。ああ、そうだ、これを頼んでおいたよ。あ、やっぱりそうだったんだ。あら、ありがとう。ところでベロニカとはうまくやってる？別れたわ先月。え、なんだって？あまりうまくいってなかったの。お互いの存在に慣れっこになってしまって、いろんなことがマネリ化しすぎしてきて、それでひどいことになる前に別れようって話になったわけ。どうしてもっと早くウニを教えてくれなかったんだい？どうして？私と付き合いたいから？なんでかな。あなたを困らせたくなかったんだと思う。それでしばらくしたら特に言うほどのことじゃないなって思うようになって、今後はちゃんと僕を信用してくれよ。わかった、そうだね。なんでだろう、なんで知りたかったんだろう。
やっぱ本当に好きなのかな。こういうのの何が苦手かって、調子はどうって尋ねられるのはガラスの破片でいっぱいの床の上を歩くようなものだってことですね。うん、ちょっとわかんない。相手が全然大丈夫じゃなかったり、最悪の場合死んじゃってる可能性だってあるわけですし、さっきまで楽しい時間だったのが一瞬してパーになったりしますから。そうね、その通り。あなたを信用しなくてごめんね、ポンコツくん。大丈夫、君の気持ちもわかるから。ねえバーテンダーさん、そういえば今日は随分絡むのね。犬の相手ばかりするのも限界があるし、それに今日はそもそも犬の数が少ないですから。私お邪魔でしょうか。いえちっとも。あなたがいなかったら誰がお酒を出してくれるの。客が乗った瞬間から雑談を始めるタクシー運転手みたいなものですね。でもあなたは運転手よりずっといい匂いがします。おっと、くどいてる。ありがとう。実はこういうお店は地元のタクシー運転手と結構付き合いがありまして、酔っ払ったお客さんを家まで送ってくれますから。おお、なるほどね。本当にお客と話すのが好きなのね。あなたの仕事の一番いいところはそこかしら。かもしれませんね。モールとかバーとかたくさんの人がいる場所に腰を落ち着けてぼんやり考えるのが好きだったんです。俺はね、あんまりこうやってずっと喋り続けるのは向いてないかもしれない。なんかこのゲームやってひたすら喋ってるとね、喉痛くなってきますね。いろんな声色使ってね。ここにいる人みんなにそれぞれの物語があるんだろうなって。あ、人間観察が好きなんだね、真の意味でね。この子と違って真の意味で自分がちっぽけな存在だって気づかされる。誰にでも夢や恐怖があって、愛する人がいて、二人の人間がいたとしても深く掘り下げてみれば両者の違いは思ったほどには大きくない。それどころかほとんど違わない。こういう仕事をしてるといろんな話を耳にします。誰から問わず語りする人もいれば、お酒が入った時にしか語らない人もいる。パッと見にはどれだけ似ていても二人として同じ人間はいない。それってすごいことです。それだけの知恵があれば情報屋として引く手あまたかもね。そういうのには興味ありません。誰かに警戒されるよりは親身になって話を聞いてくれる人だと思ってもらいたいんです。ああ、わかるわ。俺もそうかな。ただね、昔南家っていうアニメがあって、それの三女が言ってたセリフなんですけど、頼りにされるのは好きだけど当てにされるのは嫌いだみたいなセリフがあったんですよ。それね、すごい分かって、親身になって話を聞いてくれる人っていうのも、なんか頼られてるっていうのと当てにされてるっていうのはまた違うんですよね。まあいいや、余談です。はい。この世の中まだ捨てたもんじゃないわね。僕は？あなたは口を開けば犬ってその話しかしないじゃない。おかわりが必要な犬がいないかどうか見てきますね。わかりました。いってらっしゃい。ガラガラバケツ。急いでくれ、ビールじゃ。はいはい。彼には何でもいいから何かを急いでるみたい。いや、ビールつってたじゃねえか。ビールを急いで入れよう。はい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 。はい。あ、入ってない。急ぐとろくなことねえ。ミックスね。はいはい、ありがとうよ。じゃあ借金。どうしてグラス終わったの。急ぎんちゃきじゃ。わからねえかな。あんたはビールを急ぎで作った。俺はそいつを借金と割った。つまり言って、今日はいまいち受けが悪いな。ダジャレが大嫌いって気持ち、ちょっと分かってきた。ちょっとバッドレンダー。え、酔っ払った？え？あ、酔っ払ってる。ふふ。変わった名前よね、バテレンダーって。まさか。どうしてこんなあっという間に酔っ払ったんです？昨日より全然飲んでないのに。ええ、でもここに来る前にボトル1本開けてるんです。それか。どうして？僕が聞きたいくらいですよ。まあそれだけお酒に強いってことなんでしょうけど。ブラデンダーさん、ここにいるロボットの親友のために乾杯したいの。私の口の悪さに30分以上耐えられるのはこの人、いやこのロボット、いやこれだけだから。こいつがいなかったら私の仕事は5倍も退屈で、人生は2倍も無意味なものになってたでしょう。
ああ、やっぱ好きなんだな。乾杯。でも飲み物はどこです？ないならさっさと作りなさいよ、ベントレーダー。それがあなたの仕事でしょ？ビールよ、ビール。でかいのね。はーい。彼女に、あ、彼女だけだね。1、2、3、4の8。3、4、5、6、7、8。じゃあ乾杯。ちょっと参加してよ。乾杯。乾杯。乾杯。シラフの時はむっつりしてて、酔ってる時は上機嫌。学生時代からずっとこんな調子なんでしょうね。ちょっと学生だったのが大昔みたいな言い方やめてくれる？アルコールの味が好きというのはわかるけど、酔っ払って何か得があるのかい？そもそも私は酔ってません。でも随分楽しそうじゃないか。私は幸せな人間なの。酔ってる時はね。とにかく今の質問にはちゃんと答えるのは不可能ね。ただ好きなの。肉体が必要としてる。求めてるの。それはアルコール中毒って言うんじゃない？失礼ね。アルコール愛好家と呼んで。まあ人間っていうのは、とかく軽率なことをしたがる生き物なのよ。じゃなきゃあえてフグみたいな気持ち悪い魚の毒を残したまま食べようとはなんて思わないでしょ。ああ、ほんとよく議論されるけど、フグを最初に食べた人ってすごいですよね。死んで、さらに人が死んだの見てんのにまた食うからね。激辛料理を食べるのもバターミルクを飲むのも同じ理由からよ。これを食べたらどんなことになるか実験してみようぜなんて発想は正気の沙汰とは思えないでしょ。おまけにそんなクソみたいな食べ物から薬が発見されることだってある。一番最悪なのがペニシリンを発見した男よ。まだあのペニシリンがなぜ効くか の理論は分かってないんだよね、確か。分かったよ。でもやっぱり君は酔ってるね。シラフなら私の知ったこっちゃないわよで済ませてるところだからね。おバカなロボットさん。で、そういうあなたはどういうロボットなの？リリムだよ。いつも思うんだけど、リリムって名前女っぽすぎるんじゃない？確かに、俺もそう思う。じゃあ質問を変えましょう。あなたはどんな種類のポンコツなの？知らないのかい？気にしたこともないわ。でも、今、がぜん興味が湧いてきた。そう、わかった。明日にはもう覚えてないだろうけど。僕は、DT-01 で、もう童貞なのかな？社会性発達型のロボットだ。DFC-72 みたいに？いやいや、DFC-72 は可能な限り人間の肉体を再現したモデルだ。人間社会にうまく溶け込ませるためにね。僕らはもっと柔軟性に富んだ労働用リリムだよ。生まれた瞬間からどうして労働用なんていうたった一つの運命に縛られないといけないの？いや、それはさ、言ってやるなよ、この人には。やりたいことを何でもすればいいのよ。おバカなロボットさん、自分の夢を追いなさい。うん、今も追ってるよ。一つの目的のために製造されたり、プログラミングされたりっていうのは、その目的に向いてるっていうだけのことで。あ、なるほどね、そうなんだ。ロボットに選択の自由を与えるというのが AND 法の主眼だからね。なるほど、そういう法律があるのか。ええ、まあ、それは置いといて、柔軟性があるって自分で言ったけど、そうは見えないよ。そうだね。まだ筋肉アップグレードを施したことはないけど、僕は200度の環境でも汗一つかかずに耐えられるんだよ。リリムって汗をかくの？冷却剤だけどね。なんでもいいわよ。あなたがどんなロボットだとしても私にとって特別であることには変わりないんだから。わーお！告白してる？リリムだよ。なんだって構わないの？特別といえば犬と結婚できる法律はどうして未だに制定されないんだろうね。犬と結婚してんのかおめえ。なんですって？酔い冷めちゃったな。だって人間がロボットと結婚できるなら、間違えた。リリムね。リリムと結婚できるなら、うん。犬とも結婚できるべきだと思うんだ。アバトレンダーさん。はい、私ですよね。この人犬とやりたいんですって。なんか言ってやって。なんですって？そうじゃなくて、今の時代リリムとも結婚できるわけだから、動物とも結婚できるようにすべきじゃないかって言ってるだけだ。まあゲームのキャラクターと結婚する人とかもいるからね。だってリリムと違って動物は人間の形をしてないでしょ。じゃあ猿は？猿とやりたいってこと？もうこいつは。そうじゃなくて、
それに犬はっていうか動物全般がそうだけど結婚に同意できないしね。でも見てよこの犬たち、確かに彼らは認知能力は7歳児並みかもしれないけど、会話だってできるし、お酒も飲めるし、議論もできるんだよ。じゃあ7歳児とやりたいのね。それを聞いたら喜ぶ常連が一人います。ドロシーちゃん、そうじゃなくて、だってリリムが人間と結婚できるのはそのリリムが完全な知覚能力を手に入れた場合だけよ。仮に結婚できたとしても、結婚生活で得られたデータはコレクティブソースの改良に利用される。それに犬は私たちはそんな風に愛したりはしないの。結婚みたいな人間本位の考え方を犬に当てはめるのは肉食動物に野菜を与えようとするようなものよ。わかる？ああ、それはちょっとわかる。さすが元ベジタリアン、君は酔ってる時は本当に冴えてるね。元ベジタリアンなんてありえんだ。途中から肉食うの？酔ってません。まあそれはともかく、犬や猿とやりたいならやればいいのよ。結婚とか養女とかそういうのを引き合いに出すのはやめよう。ちょ、あ、ダジャレ言った。やめ養女言ったよ。もし本気で7歳児でやりたいのならカウンセラーに見てもらった方がいいかも。まあね、ロリコンは病気だからね。違う、犬とやりたいわけじゃない。猿とも7歳児とも。よかった。じゃあどうして犬と結婚したいとか急に言い出したのよ。この子はあれだね、犬と結婚したいって言ってるから焦ってんだね。それはただ、ここにいる犬たちはタキシードを着てるだろ。それでブライダル用のドレスを着たらどうなるだろうって。うわぁ、ちょっと想像してみただけだよ。酔ってるのはどっちかしらね。待って、私は酔ってなんかいないんだから。でもあなたは酔っても眠くなるだけなんでしょ。リミットとかあるの？例えばどれくらい飲むと意識を失うとか。いや、頭が混乱して役立たずにはなるけど、意識を失うようなことはないよ。多分意識を失えばその後のひどい経験をせずに済むだろうけど、酔いが覚めるまでいつも24時間以上かかるんだ。あ、そりゃ大変だ。それにしても人間の欠点までも思う。どうしてリリムに全部適用したんだろう。確かにね。いや、それは人間性を持たせるためじゃね。それについては記事を読んだことがあります。確か人間と同様の欠点を与えることでリリムは人間と同じ発達の段階を踏むようになるとか。じゃあリリムが食事中に時々唇を噛んじゃうのもそのせい？マジか、そんなとこまで。そのようですね。じゃあ聞きたいんですけど、あなたは解剖学上どれぐらい正確に再現されてるの？それは僕だけが知ることであって君が知ることじゃない。むむ、まだおかわりなさいますか？飲む飲む。じゃあ私はね。飲みすぎだよ、やめときなって。うん、そろそろ帰ってくんね。結構時間経ってるよ。何を、私のパパでもないくせに小言言わないで。ベアトリス・アルバート、それくらいにしておきなさい。はーい、ママ先に車に戻って寝ていなさい。そろそろお開きです。でもママ行きなさい。わーい、じゃあまたね、バッテンダーさん。おやすみなさい、ミスベディ。どうやらうまくいきましたね。今何、生体模写でもしたのか。本来なら仕返しが恐ろしいところですが、明日になったら何も覚えてないでしょうから心配はいりません。ところでどうして彼女のことをミズ・ベティと呼ぶんです？教師でもないのに。エチケットだから？わからないけど。それにそう呼ぶのがふさわしいような気がして、あのおでこのせいかな。なんで？先生じゃなきゃミズ・ベティって呼ばないのかな？なんでだろう？なるほど。ミズっていうのは結婚してるか独身かわからない女性を呼ぶときにミズって呼ぶんですよね。ミス、ミセス、ミズ。では少し失礼して帰る支度をしてきます。わかりました。ワイバーン大好きっ子よー。今日はもう閉店です。チキショー。みんなタクシーに乗れました。ではこれで失礼しますよ、バーテンダーさん。急な予約にもかかわらず素晴らしいサービスをありがとうございました。仕事ですから。お話を聞けてこちらこそ楽しかったです。いえいえ、こちらこそ。素晴らしいお店だと仕事仲間にも紹介しておきますね。それはやめて。ありがとうございます、またのお越しを。ええ、きっと来ますよ。ミズ・ベティにもよろしくお伝えください。ええ、もちろん。それではおやすみなさい。終わったか？ええ、あの人たちは常連になってくれそうな感じでした。そうか、また来てくれるといいな。というか、また来てくれた時にこの店がまだあるといいな。ボス、この前から様子が変ですけど大丈夫ですか？あ、閉店話でか。
私は大丈夫だが、このバーはそうではない。というと？うん、お前には教えておくべきだろうな。金曜日に BTC から通達があってな、ここ数ヶ月間バルハラは思いのほか売り上げが少なかった。つまりこの店が地図上から消滅する日も遠くないということだ。ああ、終わりました。いやー、長い一日でした。でね、ここで今やったのこのプロローグね、この1日目から3日目までやりました。でここでアナっていうのがあって、これもなんか話があるみたいで、アナって一番最初に出てきたあの VTuber なんですよ。であの子が何なのかがここでわかるんじゃない？すごい楽しみですね。次はそのアナのデモをやってきます。それが終わったら17日目に戻ります。はい、ということで今日はこれで終わります。長い間お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。